しかし、ジョージお兄ちゃんはきっぱりと誓ってるわ。両親に婚約を認められなくても構わないと。そう。二人の婚約を阻む理由は何も存在しないの。そしてそれは、シャノンだってよく知ってるはず。なのに、なぜ彼女は、この順風満帆の婚約を受けたこの夜に、なおも魔法の奇跡を祈るの？魔法の奇跡を得なければ、結ばれる資格もないというのが、カグたちの主張であるな。つまりこういうこと。シャノンはジョージの婚約を受けているけど、魔法の奇跡がなければ成就されない障害が残っていると知っていることになる。そしてその障害は、二人の努力では取り除けないとも。だから、魔法という奇跡が必要。どうして魔法がいるの？愛し合う二人に、結ばれるための他に、どんな奇跡が必要だっていうの？ふむ。なるほど。そしてその疑問は、カノンにも向けられるわ。ジェシカお姉ちゃんとの恋路は始まったばかりだけど、二人の気持ちはまっすぐ。何の障害もないわ。黄金蝶のブローチの力なんか関係なく、もう恋仲に慣れてる。何年もの交際を経て、やがては結婚に行き着いても、何もおかしくない。こっちも、障害は何も存在しないのよ。クラウスと夏日に結婚を認めさせようと思わない限り、こちらもまた、魔法の奇跡は必要なさそうであるな。そういうこと。シャノンの生き方を見て、カノンもまた生き方を変えた。そして素直な気持ちを伝え、ジェシカお姉ちゃんと二人で恋路を歩み始めた。必要ないのよ、もはや魔法は。片思いの相手になら恋のおまじないも必要かもしれない。でももはや両者は相思相愛、意思も疎通できてる。なのに、どうしてその上、魔法の奇跡が必要なの？つまりこういうことよ。どうしてカグは恋をしてはいけないの？魔法という奇跡なくしては、なぜ恋が許されぬことになっているのか、か。そして、かたくなに恋ができないと嘆いていたカグたちに、それを許すことのできる黄金蝶のブローチって、一体何だっていうの？もちろん魔法の結晶であるぞ。ただし、多くの魔法と同様に、反魔法の毒素で焼かれもする。つまり、魔女や魔法を信じる者にしか効果がないということなんですね。その通りだ。よって、わらわと交流することができたシャノンには、その効果を発揮した。しかしもし、シャノンがそのブローチを砂浜に落とし、何も知らぬ者が拾ったとしたら、その者が反魔法の毒をまとっていたら、ブローチの魔法は力を発揮できない。そういうことだ。魔女のアイテムは直接の手渡しでなければ力を失うことが多いということだ。しかし魔女の存在を大勢の人間が認めることで、反魔法の毒素がなくなり権限することができるのと同じに、大勢の人間がそのアイテムの魔力を信じれば、逆に魔力を維持することもある。はあ、皮肉な話ですね。私たち魔女がどんな魔法を授けても、それを受け取れるかどうかは全て人間次第なんですね。薬もそうだと聞いているぞ。同じ薬を飲んでも、その効果を知らされている人間にはより大きい効果が出るという。あ、ちょっとわかります。風邪薬とか飲んだ時、薬効の解説書とか読んでると、薬の効きがいいような気がしますよね。
信じる力が魔法になる。そしてそれを信じさせる者が魔女だ。なら、これは魔法になるでしょうか。ほう、魔法の使いの魔女のそなたが初めて振るう魔法とはどんなものか。ここに空の紅茶のカップがあります。中身は空です。うん、空っぽであるぞそれから、これをこうしてテーブルの上に伏せておきます。それから、それから、一緒に目を閉じて魔法の呪文を唱えます。さあ思い出してごらんなさい。カップの中に何が入っていたのか。うん、さあ思い出してごらんなさい。カップの中に何が入っていたのか。もう良いか、目を開けても。あ、はい。目を開けてカップの中身を改めてください。さてさて、そなたが初めて使う魔法はいかほどのものか。おや、いかがでしょうか。これは魔法になるでしょうか。うん、なるとも。そなたが魔法にて伏せたカップの中に黄金の花びらを生み出した見事な魔法であったぞ。愛がなければ見えない、それは理解できてるの。これを手品だと断じるもよし、魔法だと信じるもよし、そのものの毒素次第であろうな。でもこれは、かつての魔法の一部を説明はできるけど、すべてを説明することはできないわ。話を戻すけれど、この程度の魔法やおまじないを信じるという程度の話では、かたくなに恋ができないと嘆いていた家具たちに、それを許すことのできる、黄金蝶のブローチとは一体何かという問いに答えられない。そこにいる二人のベアとの話を鵜呑みにするなら、魔法には彼らの諦めを取り除く力があると考えるのが妥当であろう。どうして家具は恋をしてはいけないの？どうして魔法のブローチの力が必要なの？確かにあんたやベアとたちの話は一見、それにおぼろげとはいえ答えを与えているような気がする。でも朗読者だから言わせて、それでは納得がいかないの。納得とは？家具たちはもっともっと悲壮な宿命に抗おうとしているわ。
恋愛成就のお守りを託されたくらいで、自己改革ができる程度のものだったとは思えないの。現にシャノンはかつてジョージお兄ちゃんとの出会いのきっかけを作ったのはブローチのおかげだけど、それ以降は魔法の力を借りずに関係を深めたいと言ってベアトにブローチを返そうとさえしたわ。彼女はその時点で一度は魔法の奇跡と決別したはず。なのになぜ再びその力を必要としているの？さて、恋と結婚は別物としか言いようがないであろうな。聞かせてよ、あんたの見解。もう少し寝かせたい。それに疑問を持ち思考を巡らすそなたを見ることもまた朗読の楽しみだ。私の見解を話せばそなたはそれに納得し思考を止める。それでは朗読が面白くない。すでに答えを知ってる推理小説を読ませて右往左往するところを見て楽しんでるってわけね。それが感激の魔女というものだ。悪趣味と笑いたくば笑うがよい我が巫女よ。わっはっはっはハグたちは黄金鳥のブローチにどんな魔法を期待しているというの？黄金鳥のブローチ？黄金の魔女ベアトリーチが。霊鏡を割るのと引き換えにシャノンに与えた恋を成就させる魔法のお守り。これがそれです。このブローチの魔法はシャノンにジョージ様と恋仲になる機会を与えました。しかしそれを最後まで成就する前に僕に譲りました。だから僕はこのブローチの力でお嬢様の好意を得ました。そんなわけないよ。私がカノン君を好きになったのは自分の素直な気持ちだぜ。ありがとうございます。お嬢様は人間だから魔女も魔法も信じない。無理もないことです。しかし魔法で生み出された家具の僕がここに存在すること自体が魔法の奇跡の存在する証拠なのです。ごめん、何の話？僕もシャノンも恋を成就させるには魔法が必要なのです。そのための鍵が
このブローチ、僕が踏んで割ったので、僕たちは一つずつ持ち合っています。しかし、一つのブローチは、一人の願いしか叶えない。家具の僕たちは、この一つのブローチによって、どちらかしか結ばれ得ないのです。大丈夫です。でも、直接は見ないで、目をやられます。